カブトに対して仕掛けていってる。鼻潜りがやべえ。おお、ちょっと怒った。でもたまにいるんですよね、こういうやつが、変わり者が。はい、山にやってまいりました。久しぶりに、久しぶりというか1年ぶりですね、このポイントに来たのも。ですが、まあここは宮間ポイントなんですよね、結構山奥の。でもだから全然まだ無理っぽい。なぜかというと、まあこの季節ね、この季節やっぱりセミが鳴いてるんですよね。セミが鳴いてるはずが、まだセミが鳴いてないということで、まだ樹液が出てないっぽいですね。だから誰か傷つけた跡あるけど何も出てないからね。あ、でもスズメバチいるやん。スズメバチがいますね。ってことはそれなりに樹液を出している気はあるってことやな。まあここ人気ポイントなんで、結構なんか人が訪れるんですよね。まあぶっちゃけて言うと大阪府にあるとある山なんですよね。なのでまあこの時期結構ね、夜とか結構人来るので、それで取られてる可能性も高いけどね。まあ樹液出てるよね、ここ。ほら、スズメバチのところは樹液が出てますね。でもここに何も来てないってことは、おそらく先行者がいて、まあ、蹴りをかましたと。先行者の蹴りで、まあカナブンやクワガタが全部散った可能性もありますよね。そんな感じしますね。あ、でもここなんか結構樹液出してるっぽいぞ。カナブンがいるだけか。でもなんか独特な穴やな、これ。なんか穴みたいになってますよね、これ。ほら、気持ち悪いな、なんか。あ、こう、あ、発酵してるんや、発酵。発酵して、こうなんかモコってなってる。でもクワガタ全くいないっていう。大紫が来てる。でもクワガタ来てないってことはやっぱり、誰か来てるね。撮ってるね、これ。おう、これ手掴みで捕まえられるよね。普通に。おお、ちょっと怒った。ちょっと怒りました、今。大紫。これ見てよ、ほらほら。もう完全人来てる、おっさん来てますからね、これ。ここまでやるやつって、ほとんどもう業者みたいなおっさんやからね。ここもね。全くいなくなりましたね。ミヤマクワガタ。こうやってミヤマクワガタは絶滅していくのか。取られすぎちゃう、ミヤマって。樹液はめっちゃ出てるけど、虫が何もいないっていうのも不思議なもんやね。普通カナブンなりなんなりいるやん。これいないってことは先行者がいたのか。やっぱり樹液はめっちゃ出ていますが、変な虫しかいないですね。カナブン、変な色のカナブンとアブ。こんな樹液出てるのにか。めっちゃ虫いた気あったんやけど。あ、これか。ここや、ここ。全然おらんやん。あ、でも一応いるか。なんか。一応いるけども、カナブンだけ？カナブンだけか。で、これなんか数年前かな。2、3年前に、めちゃくちゃでかいミヤマ取れたポイントなんですけど、これ上の方におったんやけどね。カナブンちょっといるだけか。しょぼ。この山奥まで来たのに。まあ一応キックしてみます。まあ絶対落ちてこないけどね。ほら、カナブンばっか。ダメダメでしたね。やっぱり俺には河川敷しかないのか。結局山ポイントが全然ダメで、あの河川敷ポイントにまた戻ってきましたね。ほら、やっぱすげえよ、ここ。めっさおるもん。もう普通にいるもんね、これ。たかってるもんね。これいいサイズやん。平たくはがたいますね。見える。
あ、これ前いたやつ取られてないってことか。やっぱ山エリアは全然違うね。山エリアと違って河川敷のこういう目立たない場所ってすげえ穴場なよね。ほとんどノコギリクワガタですけど、まれにね平田も混じってますね。これも平田か、豆平田か。セミが鳴いておるぞ。アブラゼミかな。完全に夏やな。しかも驚いたことにね、あの山ポイントよりこの河川敷の木陰の方が圧倒的にあの冷えてる、まあ、冷えてるよね空気。ここにいる。無理か。あ、折れちゃった。あ、いけそうやね。針金なしでなんとか取ってみよう。まあでもこれかわいそうやが、5万食あんまりこれ大顎に引っ掛けて引っ張ったら大顎が破損してしまうんで、ちょっとね難しいですね。まあ、この奥の方も探索したからね、まあいいわ。さあ移動しましょう。なんだ、一匹だけ、てかメスだけ、メスだけいる。オスどっか行った。あ、オスいた。オスいたいたいた、オスいましたね。こいつ平田のメスですよ。ほら平田のメスがいて、あれこれ平田のメスじゃないんじゃない？これノコのメスじゃない？まあいっか。メスがいて、でオスがいたと。メスいるところにオスありか。やっぱり。お、なんかめっちゃおるぞ。この光景。図鑑とかであるやつや。オレアカラカナブン見つけた。ほら、落ちてきた。そう、逃げられました、オレアカラカナブンに。はあ、再びこっちへ。どうでしょうか、平田クワガタいなくなってますね。と思ったらこっちにいましたね。まだ無事でした、平田のペア。平田のペアが無事で、さらに上の方を見るとカナブンまみれ。ノコのメスが一匹だけ。でもう一箇所、こっちもカナブンとかめっちゃ増えてるやん。あ、ちょ、カナブンじゃねえわこれ。ノコギリクワガタの宴が広がっている。宴開催中、ノコギリクワガタの宴が開催しておりました。すごいなこれ。こいつら全員なんか同時に浮かしたやつちゃうか。兄弟みたいなもんやん。こうな、こんなうじゃうじゃいると本当にもう取る気にならないよね。ノコギリクワガタ。お、超ミニカブトおる。これカナブンと一緒に吸ってるよ。超ミニカブ。ミニのくせにこのね気性が荒いという。
カナブンとちょっとね一緒になって吸ってるあたりがカブトとしての誇りはなさそうですね。カナブン行ったぞ、カナブン行ってる。カナブンお前には無理だろう。カナブンやめとけ、カナブンやめとけ。このカブトの余裕、結構いくよねこいつ。カブトに対して仕掛けていってるけど相手にされてないか。お、平田いる、平田と思ったらココアか。これおーっと森の王者が、でも腕ない、腕前足なくなってる。にもかかわらずこの最強っぷり、クワガタにやられたんかなこれ。わ、ノコギリクワガタこの中に入ってますね、ウロの中に。ほら、ノコギリクワガタがウロの中にすっぽりと。これドールクスじゃないのによう入ったな。でもたまにいるんですよねこういうやつが、変わり者が。まあ、前世は平田だったんでしょうか。確かにこれなら安全だが、一匹でこんな中に入ってもしゃあないやろ。すごいね、出れるんでしょうか。出れなくなりそうやな。おっと、オープンエリアにいる、オープンエリアにいますね平田のペア。なんでこのオープンエリアにいるんでしょうか。捕まるやろこれ明らかに。こんなちっちゃいオスでも守ってんだぜ。そしてここの後ろからこの樹液が開くのを待ってるというね、樹液が開くのを待ってますねこいつ。取られてるとはいえ結構まだいるよね。花むぐりがやべえ。カブト出だしたからな、カブトの天下になってしまっていますね。河川敷もかといって山ポイント行っても何もいなかったからな。さあというわけで、まあ河川敷また来てしまった。もう来ないと思ったけどまた来てしまったな。だって山何もいねえもんな。山よりやっぱ河川敷やな。